ででちん、ででちん、ででちってん。I have a スマホで AV、I have a チンポー。あー、誰がシコ太郎じゃーい。どうも皆さんこんばんは、シコチンです。皆さん、チームスピ上げ、進んでますか？今ね、チームスピでね、すごく悩まれている方、全国にたくさんいると思います。おそらく僕の金玉の中にいる精子ぐらいたくさんいると思っております。統計は取れております。要はこのウィニングイレブン新シリーズの初期に関しては、もうそこら中にチームスピリットの低いスカッドがもう横行してるわけですよ。ウォーキングデッドみたいにブワーってもう。皆さん、僕はそこに目をつけました。今だったら、あの男たちも戦うことができるんじゃないかと。そう、その男たちっていうのは皆さん察しがいいことはもうお気づきでしょう。この男だ！やりかしヤンキーブラザーズ！そうですよ。我らがコストオーバーしてしまったチームスピリット、このこいつら。うちの時期だったらね、低くてもチームスピリットなんて90くらいあるんですよ。で、そんな中でチームスピリット5で戦うなんて絶対に無理なんですよ。勝てないですよ。だがしかし、今だったらもう新しい監督、新しい選手をぶち込んだ状態で、チームスピリットワンチャン20か30くらいのやつらもいるんじゃねということで、わかるでしょ。40、50くらいかもしれないですけど、だが、勝ち目はあると。正直僕はこの間生放送でちょっと試合したんですけども、これもうやりかしヤンキーブラザーズやんけとか思いながらやってたわけですよ。となるとですよ。これいけるんじゃないかなと言ったら、こいつらがね、喧嘩に勝つにはもうこの時期しかないと。要は相手が二足歩行してちゃんとグーパンしてくる前に四足歩行のうちだったらこいつらでも勝てるんじゃねということで、はい、早速ちょっと試合の方やっていきたいと思います。まあ、勘のいい書きはお気づきかもしれませんが、要は令和ちゃんにとってこの試合がウィニングレブン2021、2試合目になります。はい。出ました。ウィニングレブン2021がそんな装備で大丈夫かと。大丈夫だ。問題ない。続けてくれ。まあ、向こうにも要はヤンキーが何人かいるわけですよ。しかもこっちはチームスピリットが低い分、個人の能力めちゃめちゃ高いんで、まあ、そこでなんかしっかりカバーできるんじゃないかと。ギリギリ補えるんじゃないかなと思います。そして相手が弱かったらなおよし。あー、強い。これはまずい。こいつらに勝てるとは俺は思ってない、ちなみに。あー、でも調子いいね。さすが。お前ら、なんか個人の調子はめっちゃいいな。なんかクソ悪いけど。ほんとなんかエスパーダみたいなやつなんだな、こいつら。言ったら状況はイーブンってところか？俺たちの方が若干キャラが強いが、若干チームスピリットが低い。お前ら若干チームスピリット高くキャラが俺よりも弱い。ちょうどいいんじゃね？バランス取れてね、これ。おう。割といけそうだね、マジで。いけそうじゃない？ほんとに。いけるぞ、これ。いけるぞ。マジいける？いけるいけるいける、はははおい、ヤンキーにも未来が見えてきた。ルーキーズや。いつもクローズだったのに、今日ルーキーズだわ。未来見えるって俺たちいけるよ。あ、ま、バカ、いや、あははは、いや、いって。一回戦負け。おい、奇跡流すな、おい。ワンチャンあるよ、全然。攻めれてるよ。なんならさっきのハゲだけでなんか構成したスカットよりも全然使いやすいもん。ビエラ、前から一人行こう。で、プレスティジをしっかりやることによって問題なくボールが奪えないのかな、危ない。くそ、全然ボール取れ。正直なんか前線からプレスができるわけじゃないからな。しかもなんかバンサンコンパリっていう監督の力がどれぐらい優秀なのかわからん。ダメだ、俺兄さんを疑うな。兄さんだけは信じろ。おい、おい、エグくね、ディフェンスラインはずっと仕事せんよな。でも紛れれてない、割と。なんか周りの人間もゾンビみたいな感じになっちゃってるから、なんかくたばっちゃってるから、俺たちがゾンビってバレてね。いけ、あいけるんちゃう？いけるんちゃう？いけるんちゃう？無理か？ああ、無理か。そこからもう一歩出てこねえ。正直、周りの人間に動きを期待しても無理だぜ。だが、しかしだ、レアで考えてくれ。まだ2対0だ。全然勝ち目ある。しかも攻めるときは結構攻めれてる、割と。ルメリゲ。うん。頑張ってる。いい。ルメリゲ。そう。ここ。いや、きつい。正直、周りから誰も助けに来んのきつい。おい、ありあまっとんな、体力な。誰も何もやっとらんから。ちゃんと元気に帰ってくるよな。くたばったふりくらいせえや。おい、正気を捨てるには早すぎる。おい、今まであったこのヤニカセヤンキーブラザーズでこんなに熱くなれたこと。本当に勝てるんじゃねえかと思えたこと。幸せだね。素晴らしい。今までだってもう帝国学園対ライモン中学みたいな感じだったやん。今違うやん。いけるよ、これは。全然と戦いになってるもん。はい、ライガールと、しっかり出せるよ、インザキ。いいぞ。相手のファウルを誘うようなプレイ、いいですね。インザキ。ここだ。うわー、いけてー、ファウル。俺らか。で、割とボール回しの面に関してはちゃんとできてるんで、ここは良かったっすね。さすが。やっぱ選手個人の能力が高いから、インザキ。やっべ、ぶっ殺される。弱くなるんかな、やっぱ。これはチームスピが低かったら。あんな簡単にボール取られよったっけ。やべ。やめてー、あーこの時期だからこそ勝てるんじゃないかみたいなところに関しては目の付けどころとしては悪くない。だが至らぬ点が、おい、誰かついてけや、おい。だからゴールテープになっちゃってんの、その最終ラインが、こら。もうそこ飛び出したらもう勝ちみたいになっとんやって。
動け最終ラインがしっかりと。やった、大量失点好きだね、犬崎。いけるか。どうです。いけ、くそ。マジでいけ。いけそう。あ、チャンス！バカめーそれを待っていたんだ。お前たちは、まだチームとして間もない。だからこそ隙が生まれるんだよ。それを待っていたんですよ。あなたたちが崩れるその瞬間を。ペケバリーと流れが来ている。流れが来ている。あの、相手はなんかアホみたいに主張してるわ。あ、雑魚の典型の相手、口だけ足したアホめ。おい、それブーメランやんけとか言うな。ちょ、待って、落ち着け。何今のプレス CG。今、えらいとこソロキャメラ走らんかった。見たことない光景が広がってた、今。やばい。あ、もう余裕でフリーじゃん。危な神に愛された。ライカールと、うん、インザーキー。うん、うん。さらに使おう。カフ、いいね、カフ。いい上がりだ。そして、え、そこじゃない！いけるか！そこじゃないよ、インザーキでよかったじゃん。あにゃー、ちょっとそこはさ、俺の言うことちゃんと聞こうな。チャンス、まだまだだね。今のパスずれてたよね。お前らそういうところが甘いっつってんだ。ずず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 ずおい。え、うまい。一人でオフサイドトラップかけなかった、ビエラが。天才や。これ見て、ほら。カフ。あ、やめて、ライカルドが死んだ。何もできず死んだ。いやー、余裕でぶち抜かれた。マンマークって発動条件あるの？チームスピリット何本以上じゃないと発動しないみたいな。そういうのある？もしかして。そういうなんか別ゲーみたいな感覚。ここら辺で、この辺でボールされたらもう、独走許しちゃうんですけど。もうサッカー興味ない人になっちゃうんですけど。おいおい、何やこれ、ボロ負けやんけ。ちゃんと勝てない。ちゃんと勝てない。兄さんマネジメント能力ゴミなんで非常に都合いいなということで使わせてもらってたんですけど、まあ、ちょっとこれはやり口を変えていきましょうか。ちょっとどう変えるかと言いますと、私令和ジャンルでやっぱりフェルナンド・サントスをずっと使ってたわけですよ。でフェルナンド・サントスにすごくなんか似ている監督がいるわけですね。その監督っていうのがメロンパンが紹介していた誰でしたっけ、どれでしたっけ、何でしたっけ、どれだっけ、あ、これか。ブルーノ・ジェネシオ。こういったらしいんですよ。なんかブルーノ・ジェネシオにして、やってみましょう。チームスピード低いプラス兄さんっていうところでもうダブルで足引っ張られてたんで、この兄さんを一回ちょっと乗けて、このなんかそのフェルナンド・サントス的な使い慣れた形でやれば、ワンチャンいけるんじゃないかなということで、再検証させてください。今のは兄さんのせいということで。だからこいつもおそらくチームスピードが低いはず。で、できれば相手のチームの、なんていうの、選手もそんなに強くない方がいい。強い。これはガチでやってます。これは。だが、勝つ！お前ら個人はやる気ないよな。ほんまいつ見てもな。俺にとって兄さんは悟空のリストバンドみたいなもんでな。取らせていただいたぞ。さあ、本気で行こうや！レッツゴー！まさか俺たちがチームスピリット崩壊してると思うまい。まるで、いや、違う。まるでにか、言うこと聞かない。友達からもらったポケモンみたいになっちゃった。いや、ディフェンスライン突破されたと、これきついな。このパターンきつい、正直。このパターンきつい。ナイス、ボリバーか！しっかりやっとる、こいつは。こいつまだ人間だわ。他のやつはみんなゾンビだけど。もう責任感とか一切感じないゴミばっかりだけど。あ、ほら、ゴミばっかり。だけど、オリバーが来た！潜在一軍！ルンメリゲ、これ行くしかない！いや、行くしかねえっすよ、ルンメリゲ先生。マジで今のは。ベケマン戻ろう。ナイス、これもう戻らせてるから。オリバーが。ただ、もう、ナイス、ナイス、それ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 、オリバーがボール行こうぜ。なーに、これ。入れ違っとるやんけ。やっぱ人がちょっと弱くなるよな、チームスピード低かったら。なんかコストオーバーしたら。それちょっと否めんよな、若干。でもこの辺とかちゃんと勝てる。いや、全然ダメだわ。やっぱりなんか気抜けてるわ、こいつら。炭酸漬けたコーラよ、お前。バキだけじゃ、それ飲んでんわ。やべえ、あーちょっとこの時間帯で1点取り返したら俺らに見られないぞ、マジで。よくやった、ルンベリゲ！俺の声がいい！スパイク入ってこいよ！こいつら！もうそういうところにやる気が出てるよ。もうどうせトレシューできたんだろ、お前も。もうそういうなんか備品とかちゃんと揃えないから、こいつら。どうせ全員レガースはめててんだろ。気がするぞ、お前ら。これはもう無理よ。もうわしらにこうしてないんけ、おい！いける思ったんじゃ、今年は！うっ、いける思って。まだ希望を。あー、ダメだ。もうここでボール取れたら終わり。もう誰も戻らんから。あー、もうダメだ。もうこうなったら。撃たないでおる。あー一回ルンメリゲつか。くそ。あー、ダメだ。もうこいつらがセリアで勝つとこ一回も見たことない、ほんとに。え、何その面白いパス。すげえ、射精みたいなパスしやがった。もうこいつ気づいたな、さては。あー、勘のいいガキは嫌いだよ。
一回俺たちライモン中学ってこと認めよう。じゃあ1点取ろう、まずは。おい、ゴーエンジ頼む。頼む、ゴーエンジ。ゴーエンジ頼む、1点取ってくれ。ダブルゴーエンジでいこう、ここは。二人のゴーエンジに任せよう。ゴーエンジ、いや、ゴーエンジからゴーエンジ。1点取ってくれ。明日に繋げよう、じゃあもう。それ、来年のための1点取ろう、ここで。なあ、もう仕方ない。もう勝てない、分かった。勝てないの分かった。やっとしても今の入るか。そして、ピルロという男。俺このピルロという男にかけようと思う。この男は、とてつもないパス能力を秘めている。それは令和チャンネルが実証済みだ。前でボールを奪えたのはすごいいいこと。ピルロ動け。動け、おい。おい、もう監督業のピルロなっとるやんけ。おい、ふざけるアイコニックモーメントって現役時代じゃないんか。おい、監督のピルロなってるぞ、あそこ。しっかり点取りに来るね。ここぞとばかりに、ぐっげげ。あはは、すごいすごい。あ、ちょ、そこはボール取ろうな、さすがに。みんな、ちょっと待ってくれ、ペナルティエリア。なんで自陣のペナルティエリアなのに、ディフェンスの人間の方が少ない？おかしくない？誰か。独走状態許すな。あー、オリバーカーの相手してあげてよ。まずい。ふぐ、まずい。まずすぎる。無理だ。いや、諦めよう、一度より早く決めてくれ。早く楽にしてください。早く真ん中からやり直させてください。もう死にゲーみたいな、やり直させて。もう俺、アイワナみたいな感覚でやってるから、早く殺してくれ。もうやり直させて。で、初手が一番俺たちにとって希望に満ち溢れてるから、このキックオフ直後は。うん、いける、いけ、いたけ、明日が明日が未来への一歩が。さっき答えてくれ。こちら、令和チャンネル、応答せよ。応答。おい、ディフェンスがデルピエロなんかな。ソロキャンベルがフォワードかな。はい、これ、このスポーツってもしかして10点刻みで点入ってくんでしたっけ、テニスみたいに。研修結果、槍は、うまい。以上。